続きましてはですね、こちらのですね、過労死合法化、残業代踏み倒し法案、高度プロフェッショナル、制度の撤回を、高度プロフェッショナル制度の撤回を求める署名の活動をされているですね、私の仕事8時間プロジェクトのお二人にお越しいただいております。皆さんこんにちは、8時間プロジェクトの伊藤と申します。それと、はい、同じく森と申します。私の方からは、ユニー先生からね、宿題いただきました。高度プロフェッショナルもののね、中身についてちょっとそのひどさを皆さんにご披露してくれ、こんなお話でしたけれども、まずね、お伝えしたいことは、今の国会の情勢を見ていてね、本当に官邸の言いなりで、事実がねじ曲げられてみんなに伝えられてきた、国民騙されてきたなということで皆さんかなり怒ってらっしゃると思うんです。で、働き方改革もいかにもね、労働者のためのようなことを言いながら、実はそうじゃないっていうところに皆さんだんだん気がついてきてる。これはとっても大事なことだと思います。で、その最たるもの、私たちの働き方、雇用、労働者の権利を守る、その岩盤ともいうべき労働基準法に大穴を開ける、そのドリルのもう最先端、これは高度プロフェッショナル制度なんです。で、高度プロフェッショナルとか言われると、自分はちょっと違うかなと思うかもしれませんけれども、これ、皆さんに向けられた矛先だというふうにぜひ考えていただきたいと思います。なぜかと言いますと、何せこれ雇用労働者を対象に、労働基準法にね、第4章ってのがあるんですが、労働時間規制に関わる全てのこと、時間外労働、ね、割増賃金つける、深夜労働したら割増賃金つける、こういう規制もありますし、それから休憩、休日の規制、いろいろありますよね。労働基準法に書いてある私たちの働き方に関するこれらのいろんな規制を全て適用除外しちゃう、これ当てはまらなくてもいいよっていう労働者を労基法の中で認めて作っちゃうっていうことです。これはね、すごいことです。岩盤に大穴を開けて撤回させる、その最初の一つということになります。この労働者、管理職でもないんですよ。経営者と一体的な立場にあって、社長と対等に物が言えて交渉ができるような、そういう人っていう規定ではないです。普通の雇用労働者です。その人に対して時間規制を全部取っ払っちゃう。しかもですね、裁量労働制ちょっと似てるっていう方もいるかもしれませんが、法案要項を読んでいただくと分かると思うんですが、裁量を与えるとも書いてないんです。これすごいですよね。高度で専門職だっていうことであったら、もうその人は裁量を持つということが推定されるから、法案には規定してない、こんな感じになってます。裁量労働制の場合は、例えば始業だとか終業だとか、こういう時間のね、指示をしちゃいけない、裁量に任せるからしちゃいけないっていうことがあるんですけども、高度プロには実は、何時から何時まで働けとか、こういうことをやっちゃいけないとも書いてないんです。例えば月曜日の夜中の2時に来て、土曜日まで休憩を取らずに連続で働けっていう命令をしたとします。しかも割増賃金も何も払わずに。で、これが高度プロの場合は合法です。違法じゃないんですよ。すごくないですか。これ年間104日の休日を与える。そうしたらあとは休憩なしに24時間連続で働かせてもいいんです。あと1日だけね、有給の付与しなければいけないっていうのがあるんですけども、考えるとね、年間251日ですね、それで24時間働かせる、6000時間を超えるような労働をさせてもいいんです。こんなの人がもう生きているはずがないですよね。で、これ厚生労働省に言いましたら、いや、そんなね、働き方したら人は生きていけませんから、ありえないでしょうってこう言うんですが、ありえないほどの労働をさせて、それが違法にならないっていう法律を労働基準法に書いちゃうってことがあまりにひどすぎませんかね。こんなことやっといて、過労死の悲劇を二度と繰り返さないって何回も言ってますけど、この言葉を信じられるかっていうことですよね。信じられませんよね。いや、まさにそうなんです。で、こんな法律をあたかもですね、皆さんのためになるような柔軟な働き方をって言ってますが、皆さん、彼らの言う柔軟な働かせ方ってのは本当にくせ者です。で、私たちは当然毎日生きるためには、日々の生態リズムを守っていかなければ健康に暮らしていけませんよね。
で彼らはもう24時間連日休憩なしに働くのも、まあ、プロだったらあなたの好きにやりなさいってこういうわけですよ。で時間と銃を与えると言っておきながら、実は業務量については全然コントロールする権限我々にはないです。コードプロだっていうふうにあなたは適用されました。そうすると時間は自由に使えるね、こういうふうに言っときながら業務量はどんどん与えます。仮にいや今日は3時に上がれますよ、こんなね指定を見てたらもう追加でどんどん業務を命令されます。それでも違法じゃないんです。そしてもう帰れない状態に追い込まれている。まさにこれが過労死、過労自殺を生むということで、今も問題が起きているにもかかわらず、それをやらしておいてなおかつ雇用者が責任を逃れられる制度です。なぜかというと自分で同意をしてコープロになってやったからでしょ、あなたは自分でやったんでしょというふうに迫られちゃうわけです。こんな法律をね認めさせるわけにはいかないです。彼らは裁量労働制について先送りしただけですけれども、労働基準法についてあらゆる労働時間規制を穴を開けてしまうこの法律はやろうとしています。最初は1000万とか言ってますが、例えば今500万、年収500万ぐらいの人が24時間連続深夜まで働けば、やっぱりちゃんと残留が払えば1000万ぐらいにしちゃいますよね。でそういう人も対象になるので、限りなく今ですら平均に近い人が入れられる。しかも有期雇用でもいいって言ってます。例えば1ヶ月間90万払うからもう寝ずに働けっていう、こういうことが可能になります。嫌だったら断ればいいって言うかもしれませんが、労働者の世界はそれほど甘くはないですよね。やっぱり有期雇用で働く人が繰り返し次の契約も欲しかったら相当な無理を言われても飲んでしまいます。でそういう人たちに対してもこの制度入れることができる。本当にね、現在の奴隷制って言った方がいいと思います。定額で月90万、今原案ですよ、原案で高いと言われているのも月に90万払えば命を落とすぐらい働けって、こういうふうに命じている。それに等しいものだと私は思います。しかも経団連はこれを労働者の平均年収まで下げるって言ってます。年収400万クラスまではもう労基法に頼らずに自由に働け、こういうことを彼らは平気で言ってます。でこんな財界ぐるみで労働基準法をぶっ壊す、平気でこういうことを言っている首相が、何が長時間労働の是正だ、何が過労死の悲劇を二度と繰り返さないだと、どの口がいるかと、私はそう思いたいと思います。ワタミの創業者の方が過労死家族の会の方に1週間ね、7日間休みたいのかなんて、とんでもない言い方をしました。こうやってねじ曲げなければ、相手を揶揄するようなことを言わなければ彼らの立場が正当ができない、そのくらい追い込まれてるんだとも思います。ぜひみんなの怒りの声をぶつけて、この法案毒を抜きましょう。共に戦いましょう。はい、ありがとうございました。雇用共同アクションからですね、伊藤さんと森さんにお越しいただきました。私の仕事8時間プロジェクトの講述人として、国会に立ってですね、現在の政権は何度もラベルを貼り替えながらコープロ制度をですね押し込もうとする経緯をつぶさに追ってられるからと、いろいろ問題点を具体的に指摘していただきました。ありがとうございます。大きな拍手をお願いします。